福井栄一、福井栄一、福井栄一、1921年、大正10年3月3日から1954年、昭和29年6月26日は、日本の漫画家、アニメーター、東京都出身。1921年、大正10年3月3日、東京の下町に生まれる、旧生育文館中学校。 海星中学校卒業との記述もあり卒業後、日本映画社で動画スタッフとなり、線画、アニメーションを担当。1945年、昭和20年、日本廃戦後、東方資本課で創設された日本動画に入社。木下俊夫、大久原明、大久原の夫人、福井の妻らと、線画スタッフとなる。1949年、昭和24年、 日本漫画映画社で、西欧構成の下、三33分の長編動画映画、王様の尻尾の制作に関わる。制作費600万円、当時を投入した大作だったが、配給元の東宝、渡辺哲造社長から、内容が赤がかっていると評されて公開されず、日本漫画映画社は倒産。セは、失意のうち出版会へ転身、チーフアニメーターだった、福井も、小畑俊治。 古沢秀夫らと共に自動漫画家に転校する。この年、休止した井上和夫のバット君、漫画少年の終了が惜しまれ、読者からの応募原稿から作品を継続する企画が立てられた。その代役として、同じ漫画少年誌でドンマイ君を連載開始、漫画家デビューを果たす。1951年、昭和26年、冒険王。 秋田書店の鈴木博士副編集長から佐藤光六の少年小説の立身出世物語をそのまま漫画にしたような、例えば黒沢明の姿三四郎の漫画版を描いてホイトの依頼を受けた。1952年昭和27年鈴木副編集長と担当編集者の平田正平と共に福井は企画案を練り上げ冒険王1月号から 柔道漫画のイガグリくんの連載を開始。イガグリくんは爆発的な人気を博し、冒険王は芝叩く間に発行部数30万部を突破、返本率5%という怪物誌となった。1953年、昭和28年、イガグリくんの大人気を見て、各漫画誌は次々と追随、柔道漫画のブームが巻き起こった。しかしこの時期、 手塚治虫の福井に対する対抗心が激化し、翌年、伊賀グリ君事件が勃発した。この時期に激化する月刊漫画誌の売り上げ競争の中、秋田書店が単行本型の別冊付録を付けたところ大当たりとなる。別冊競争が始まり、29紙合わせて別冊付録が毎月50点から80点に及ぶに至り、 別冊をこなせる漫画家の獲得戦が始まった。この中福井も各社から別冊注文が殺到し、寝る暇もない超多忙な制作状況となった。1954年、昭和29年、銀の鈴、銀の鈴社に連載していた、弱虫、鈴の助をもとに、少年画報、少年画報社に赤道、鈴の助の連載を開始した。しかし、 同年六月二十六日、福井は前夜缶詰仕事を終えた後、編集者と朝まで飲み明かし一度帰宅してから、再び缶詰仕事に突入。だがこの時激しい頭痛に見舞われ、医者を呼ぶこととなった。診断の結果、過労と朝まで酒を飲んだせいでしょうと告げられ、医師が帰ったその直後に容体が急変し死去した。死因は過労による狂心症だったという。 去年三十四、満三十三歳没。絶大な人気で、日本漫画史に足跡を残したが、職業漫画家としての実動期間はわずか五年間で、閉じた。福井の休止により、赤道鈴之介は、第一回目を描いたところで絶筆となったが、そのまま打ち切りにしてしまうのはあまりにももったいないという、少年画報社編集部の判断で、 新人漫画家の竹内綱吉によって連載が引き継がれた。父親は名人級の木工細工物師。身長175センチメートル、体重80キログラムを超す巨漢で、主豪だった。東京児童漫画界、自慢長屋会員であり、高野義輝や山根123は、年上の福井を兄貴と呼ぶ親しい間柄で、自慢長屋の3人組と言われた。 月刊誌は月末の一週間が満喚期と言われ、この時期に三人で充電と称し、盛大に遊び歩いたという。漫画評論家の夏目ふ之助は、福井の完全懲悪タイプのスポーツ漫画が手塚治虫作品とは違う、独自の世界を築いていた点を指摘しており、福井の作劇手法の影響下にある、後年の漫画家の多さを失査ている水島晋二など、さらに、 福井の作品世界と、後の梶原一期作品の共通点にも言及。手塚が深刻化される一方で、福井が忘れ去られそうな現状に疑義を唱えている。福井が過労死する、少し前に顔を合わせた牛尾掃除は、その土毛色の顔色に驚いたという。福井の死から10日ほど経って、馬場のボルタクで、東京児童漫画会の集会が開かれ、大田次郎、 山根百二十三、高野義輝、木村一郎、古沢秀夫、手塚治虫、馬場登、牛尾総除らが集まり、木刀を捧げた。この席で大田と木村は、福井の市は過剰労働によるもので、そもそも漫画の原稿料の安さによる過剰な執筆作業に問題があるとして、各出版社に対して原稿料の値上げ要求を提案した。当時の別冊付録は、 本誌連載原稿のページ数を超えることもあったほどで、その福井の詩を招いた別冊付録の原稿料を一律12万円とするように出版各社と交渉を行った結果これを承諾させ、結果的に福井の詩は漫画家たちの過酷な労働条件の改善に生かされた。手塚治虫とはライバルであり、同時に対立関係にあったが、手塚が書いた作品を 福井はすべて所有していた。手塚自身も、自伝、僕は漫画家、1969年、毎日新聞社で、福井氏の筆声を素年でいたと書いている。当時少年画報社の編集者であった、福本和義によると、福井は、鉛筆で死体を描いてから、丸ペンで丁寧に仕上げる、昔片毛の律儀な漫画家である上に、徹夜ができなかった。 一方の手塚は、鉛筆で人物などを、丸や三角の絵で当たりを取った後、ジムペン一本のみを使用して、直にペンを入れ、一睡もせずに、猛烈な速度で原稿を仕上げていく、対照的なタイプであった。福井は一度手塚と同室で執筆した際、普段はやらない徹夜ができたことを喜んだものの、ペースを乱されたためか、もう君とは二度と一緒に仕事しないと手塚に話したという、 福井の手塚に対するライバル心も並々ならぬもので、伊賀栗くんの人気ぶりは、手塚の画像を揺るがす勢いだった。自慢長屋の漫画家たちも、関西出身の手塚に対する厄みが強かった。一度、自慢長屋の仲間たちで、池袋で飲み会を開いていたところ、酔いの回った福井が手塚に、やい、この大阪人、あんまり動けるなよ。と吹っかけて、口論となった。福井は手塚に、 稼ぐばかりが脳じゃねえ。ちっとは子供たちのことを考えろ。その態度が俺には腹が立ってならねえ。このゼロ6目と罵倒したという。この福井の手塚に対するライバル心は、1954年、昭和29年に手塚が漫画少年2月号でジャングル大帝と同時連載していた漫画教室の133ページの1コマをきっかけに、いがぐりくん事件として、 決定的な衝突を生むこととなった。手塚は、持論として、ストーリー漫画家は、ページ数を稼ぐために無駄なコマや、不必要な絵を描くと批判し、福井の勢いに対する幾分の妬み心から、悪い例として、イガグリくんの絵を描いたのである。これを見た福井は、手塚は、俺のイガグリくんを、アクション漫画の代表として、天下にさらしこきおろたと激怒。親友であり、 手塚とも縁の深かった馬場のボルの家に押しかけて彼を立ち会人に指名し、馬場と共に少年が放射の編集室に乗り込んで打ち合わせ中の手塚の胸ぐらを掴んで激しく謝罪を要求した。馬場の取りなしで抗議の場を行きつけの居酒屋に変えても福井の怒りは収まらず、手塚に俺の漫画のどこが無意味でどこがページ稼ぎなのか言ってみろ。と迫った。 対する手塚はしどろもどろで、あれは、いがぐりというより架空の絵なんだとの答えがさらに、福井の怒りを買い、ストーリー漫画にはムードが必要なんだ。たとえ雲一つでもストーリーが引き立つなら、決して無駄じゃねえんだ。そんなことは俺よりてめえの方がが天んしょの助だろうが。と、正論で迫った。ここに至って、手塚はついに口頭して謝罪し、ようやく、福井の怒りを解いたが、 以後手塚は強烈な自己嫌悪に陥ったという、両者のライバル心が、いかに凄まじかったかを示すエピソードである。手塚は、翌月の漫画教室に、漫画の先生が福井と馬場らしき、シルエットの人物にやり込められている様子を描き、謝罪の意を表した。その1ヶ月後に福井は、過労で救世しており、手塚は死去の法を受けて、競争相手がいなくなったことに、ああ ほっとしたという感情を覚え、そのことでも自己嫌悪に陥ったと記している。福井の死の直後、手塚はアシスタントを頼んでいた当時高校生の石森翔太郎にハガキを出している。内容は以下の通り。その手紙を受け取った石森は、手塚の悲しみが行間から滲み出ているようだったと語っている。 その後手塚は漫画、世界を滅ぼす男で空に浮かぶ雲を福井の形にして自身の追悼の気持ちを漫画の中で表した。その雲は穏やかな生前の福井の顔の形をしており、頭の上部には天使の輪の形をた雲もついていた。上記の内容だけでは生前常に対立関係だった印象が強いが、 手塚の漫画、38度線上の怪物には福井が、福井の漫画、イガグリくんには手塚が登場するなど、微笑ましい付き合いもあった。また、ババのボルト手塚と福井の3人で旅館に泊まった。際には、朝まで映画、第3の男のモノマネで盛り上がるなどの深い信仰もあった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。